はい、こんにちは、タクです。今日は新横浜駅前にいます。まあこういう感じで、まあ静かな感じですね。まあ人がね、そこまで多くない、まあそういう感じですね。まあ逆に言えば平日の方が人が多いというかね、そう思います。じゃあ周辺を散歩していきます。なんもないですね。人が少ない。ここからね、オフィス街の方向いて行きたいんですが、多分ね、人がほとんどいないんじゃないかなっていうふうに、まあ思います。このね、これを、なんだろう、この、高架を通っていくと、なんていうの、結構時間かかるから、こっちのね、下の道で高架下をね通る道で行きたいと思います。道路が割れてるな、この辺。道路割れてる。逆光で眩しい。あ、JR 横浜線だ。あれはね、八王子に行くやつ。多分ね、緑の、緑の電車でしたね。あれは多分 JR 横浜線で八王子に行くやつですね。このね、首都圏周辺はね、ちょっとややこしくて、緑って言ったら、あれがあるじゃん。横浜線があって、八王子に行くやつね。で、あと、臨海線も緑だし、あと何が緑かな。多分、湘南新宿も緑かな。わかんないけど。なんかね、結構緑と青が多いんですよ。緑と青が多いから、間違いやすいというかね。相鉄線と、なんだったっけ、ブルーラインと、あとなんだったっけ、なんとか鉄道ね。相鉄線か。相鉄線と小田急か。小田急と、ブルーライン。これも、三つとも青なんで、青か緑かしか基本的にないから、ややこしいね。赤があるのは京急。まあ、京急が一番色が他と違うんで分かりやすいけどね。まあ、色被りすぎだろってね、電車の。まあみんな青とか緑好きなのは分かるけど。うわ、人がいない。ここね、スタジアム通りって言うんだけど、見えます？東急。東急じゃない。東横インね。東横イン。ごめんなさい。東横インの横。通っています。うわ、今日人いないな。やっぱり。だって、日曜のオフィス街って人がいないからね、ほとんど。当たり前じゃないですか。日曜のオフィス街は人がね、まあこういう感じで、いないんですよ、ほとんど。こっちでもいいけど、新横浜2丁目中央だから、この辺が多分一番都会だと思うんだけど、こういう感じで人がいない。こういう感じで、
まあ、車の量も少ないよね、うん、人もいないし、全然人もいないし、車の量も少ない。まあ、これが日曜のなんていうの、オフィス街。これが花水木。花水木。よし。なんか専門学校あるよ。まあ柔道整復師とかね、針鍼灸師とか今時流行らないからね。流行らないっていうのは飽和してるから。数が多くて飽和してるからね。っていう感じで、今日は日曜なんで人があんまりいないっていうね。あ、スケートしてる人とかが来るのかな。ここになんかスケートリンクがあって、スケートリンクがあって、で、多分ねスケートしてるのか、なんかイベントがあるのかちょっとわかんないけど、たまにこの辺人が多いことがあります。まあこういう感じで、でも今日少ないね。これが普通な感じですね。オフィス街なんて。ということで、今日は新横浜から、散歩をお届けしました。最後までありがとうございました。